まず最初に紹介する、宝箱限定武器はこちら、彦魚の刀だよ。ほう、これが宝箱限定の武器か。確か、各種ガチャでは排出されないんだったよね。そうだよ。マップ上の宝箱を、地道に開けていくことでしか、入手できないものなんだ。なるほどね。どんな性能を持っているのかな？武器効果は、攻撃が命中すると 50% の確率で、敵に 240% の追加ダメージを与えるというものだよ。攻撃力 %のサブステータスも相まって、とても汎用性の高い武器になっているぞ。アタッカーを、シンプルに強化してくれる性能を持っているね。星3ランクの武器にしては、結構強いんじゃないかな？確かにそうだね。ちなみに、今紹介したのは、無突状態の性能だよ。もし貫突した場合は、400% の追加ダメージを、与えることができるようになるぞ。おお、これは強い。星3武器の特徴の一つとして、突を進めやすい、というものがあるよね。だから、彦魚の刀も、比較的貫突状態を目指しやすい。なるほどね。というか、ずっと気になっていたんだけど、彦魚の刀、ってネーミングが独特すぎない？彦魚、っていうのは、リーユエの代表的な、食用魚なんだよ。まあ、本来の彦魚はもう数が少なくて、現在の、彦魚料理として扱われているものは、そのほとんどが代用品らしいぞ。そうなんだ。ということは、この、彦魚の刀ってもしかして。ああ、食べられるぞ。絶対に嘘じゃん。バレたか。武器の説明欄には、魚を捌く鉄刀、刀身は細く非常に鋭い、とあるぞ。彦魚を捌くための刃物だったのか。なるほど、それでこういう名前になったのね。ちなみにこの片手剣は、公式動画で、楓原和葉が握っていたものなんだよね。本当だ。確かに見た目はすごくかっこいいもんね。刀身が片刃になっていて、日本刀っぽさがあるわ。そうだな。写真映えする武器でもあるから、ぜひ一本は確保しておきたいぞ。間違って、強化素材にしてしまわないように、しっかりロックをかけておかなくっちゃ。続いて紹介する、宝箱限定武器はこちら、旅道の剣だよ。おお、これまたかっこいい見た目をしているね。真っ赤なデザインが、派手でいいよな。ちなみにこれはムービーで、ベネットが握っていたものなんだよ。この剣が、途端に曰く付きの妖刀みたいに見えてきたけど、でもまあ、かっこいいのは間違いない。元素オーブ、または元素粒子を獲得時に、HP を回復する、という武器効果もいいんだけど、この武器の最大の特徴は、サブステータスが、防御力 %であるという点だと思うよ。というのも、サブステが防御力の片手剣は、現状、2つしか存在していないんだよね。え、そうなの？超レア武器じゃん。うん。この、旅道の剣ともう一つは、イベント配布武器でもある、シナバースピンドルだよ。イベント武器は現状、再入手の方法がないからな。そのイベントの後に始めた私にとっては、旅道の剣が、唯一の防御力片手剣、ということになってしまうわ。ちなみに、防御力が重要な片手剣キャラといえば、誰がいるかな？アルベドだね。シナバースピンドルを持っていないなら、アルベドに、旅道の剣を持たせるのがいいかな？アルベドの元素スキルによる追撃は、防御力に依存して、ダメージが決まる。防御力を、最大で 29.3% も稼げる旅道の剣も、選択肢の一つではあるね。続いて紹介する、宝箱限定武器は、白鉄の剣だよ。全然見覚えのない武器だ。多分全く気づかずに、強化素材として消費してしまっているわ。あるあるだよな。白鉄の剣は、防御力%のサブステータスに、敵を倒すことで自分の HP を回復する、という武器効果を持っているぞ。貫突すると、HP の回復量が上がるとはいえ、なんか、めっちゃ弱くない？白鉄の剣を装備しているプレイヤー0人説。だよね。宝箱限定で知らずに捨てがち。かつ、持っていてもそこまでいい性能じゃない、ときたら、確かに0人説もありえるかも。防御力が重要な、ノエルやアラタキイットがいるから、サブステが防御力%である点は、いいんだけどな。それなら、単造武器の、白鋭の剣でいいじゃん、ってなってしまうんだよな。確かにね。ちなみに、武器のストーリーによると、この白鉄の剣は、あまり武器として使われない、という設定があるんだよね。というのも、昔の風習で、倒れた戦友のそばに、この白く輝く大剣を突き立てる、というものがあったらしい。なるほどね。本来の用途が、戦闘ではなかった可能性があるのか、それならあの性能でも納得。続いて紹介する、宝箱限定武器は、飛天王御剣だよ。クズ流剣。うん、それは飛天御剣流な。この両手剣は飛天王御剣なんだぜ。あ、本当だ。
この武器は、結構いい性能をしているから、少なくとも1本は、確保しておいて損はないと思う。サブステータスは、物理ダメージ。そして武器効果は、通常攻撃と銃撃が命中すると、攻撃力がアップし、この効果は、最大4回重ねることができるというものだよ。おお、確かにいいね。サブステ、武器効果ともに、アタッカーにとっては嬉しいわ。特にエウルアやレガー、深淵などの物理ダメージを出していくキャラとの相性が抜群だね。なるほどね。ちなみに、この四天王御剣だけは、宝箱以外にも入手方法があるんだよ。一本だけなら、全員入手することができるぞ。ほうほう。なぜか、リーゆえの古雲閣の山頂付近に刺さっているんだよね。謎すぎる、何かしらの理由で、誰かが置いていったのかな？それについては、武器のストーリーでなんとなく理解することができるぞ。どうやら武器の持ち主は、剣に乗ることで空を飛ぶ、飛天、ことに挑戦し、おそらく失敗したんだろうな。え、剣で空を飛べると本気で思っていたの？いろんな考え方の人がいるんだな。続いて紹介する、宝箱限定武器は、矛槍だよ。すごく攻撃的な見た目をしているわ。どんな性能をしているんだろう？サブステータスは、攻撃力パーセント。そして武器効果は、通常攻撃が命中した敵一体に、追加ダメージを与えるというものだよ。ちなみに、追加ダメージは10秒に1回のみ発動し、貫突すると、攻撃力の 320% の、追加ダメージを与えられるようになるぞ。なるほどね、アタッカーに持たせる分には、悪くないんじゃない？汎用性は高いと思うから、まだ武器が少ないうちは、広くいろいろな槍キャラに、持たせてもいいかもしれないね。ただし、個人的には槍って、優秀な武器が多いイメージなんだよな。それを加味すると、この矛槍は、可もなく不可もない性能、と言わざるを得なくなるよ。確かにそうだわ。悪くはない性能だと思うけど、その他のライバルたちと比べると、どうしても、もう一声、って感じがするよね。続いて紹介する、宝箱限定武器は、白影装だよ。個人的には、今回紹介する武器の中で、この白影装が一番高性能だと思っているぞ。おお、それは楽しみだね。一体どんな性能をしているのか。まず、サブステータスは会心率。そして武器効果は、通常攻撃のダメージプラス 30% というものだよ。確かにこれは強いね。星3武器とは、到底思えない性能をしているわ。まず、サブステの会心率が普通にいいよね。最大まで強化することで、23.4% も、稼ぐことができるぞ。いいね。生物厳選という、地獄の作業が少しでも楽になる、という時点で、この武器に対する、私の評価はかなり高いわ。厳選のことを考えるだけで、なんだか気分が。生物厳選アレルギーみたいになってるじゃないか。ハイスコアな生物でも見て、心を落ち着けてくれ。うわぁ。はるかが発狂してしまう前に話を戻そう。白影装の武器効果は、シンプルな通常攻撃バフだ。通常攻撃を使う機会が多い、メインアタッカーにとっては、とてもありがたい武器効果になっているぞ。それに、厄介な発動条件もなければ、デメリットもない点が、とても優秀だよね。これは少なくとも、一本は確保しておきたいわ。ただし星3武器だから、基礎攻撃力は低めだよ。基礎攻撃力をそこまで必要としない、背の役弓には、二人の長い武器かもしれないね。なるほどね。セノは、元素熟知を基準に、クルミは、HP を基準に、ダメージを決定していくからね。続いて紹介する、宝箱限定武器は、踏み使いだよ。武器の説明を見ると、どうやらこの弓は、遠隔通信の道具として、使われていたらしいわ。おそらく矢組のことだろうね。そんな踏み使いのサブステータスは、会心ダメージ。そして、武器効果は銃撃、狙い撃ちが敵の弱点に命中した場合、追加で、攻撃力の 100% の追加ダメージを与え、かつそれが、必ず会心ダメージになるというものだよ。弱点を聞くと、確定で会心ダメージ、なんか、すごく強そうな武器効果じゃない？なかなか面白いよね。絶対に弱点を射抜く自信があれば、会心率を盛らなくてもいい、っていうことだよね。理論上はそうだね。プレイヤースキルさえあれば、会心率を無視して、会心ダメージや、ダメージバフのステータスを優先できる、ロマン武器になっているよ。おお、ロマン武器、大好き。ただし、一点注意したいことがあって、上位互換と言えるような武器が、他にあるんだよね。それも、同じ星3武器に。え？そんなのあり？うん、それがこちらの武器。シャープシューターの機械だよ。会心ダメージのサブステータスに、敵の弱点に対するダメージが、24% アップする、という武器効果を持っているぞ。サブステも同じで、武器効果もすごく似ている。ちなみに、同じ星3武器であるにもかかわらず、
サブステの数値で、シャープシューターの方が大きく上回っているんだよね。不密会のサブステは、最大で、会心ダメージ 31.2% なんだけど、シャープシューターの方は、なんと最大、会心ダメージ 46.9% になるんだよな。会心ダメージでこの差か。これを見ると確かに、シャープシューターを使った方が良さそうだね。続いて紹介する、宝箱限定武器は、リカーブ棒だ。この弓は、サブステータスが HP%。武器効果は、敵を倒した時に HP を回復する、というものになっているよ。さっき出てきた白鉄の剣と、同じ武器効果だね。そうだね。この、リカーブ棒の最大の特徴は、サブステの HP%。というのも実は、サブステで HP% を持っている弓は、現状リカーブ棒ただ一つなんだよね。マジか、そうだっけ。じゃあ、めちゃくちゃ貴重な武器じゃない。だよね。弓キャラの HP を、武器で盛りたいと思ったら、リカーブ棒を選ぶしかないもんな。それもあって、HP を基準にして、ダメージを決定していく、ゲランに持たせているというプレイヤーも、多いと思うぞ。なるほどね。今後も、HP 依存の弓キャラが出るたびに、評価を上げそうだね。これに関しても、少なくとも1本は確保しておきたい武器だよな。続いて紹介する、宝箱限定武器はこちら、特級の砲翼だよ。特級の砲翼？なんだかめちゃくちゃ強そうなネーミングだね。見た目もとても高価そうだよ。そんなはるかに、この武器のストーリーをご覧いただこう。なになに？砲翼の心眼を、判別する眼力がなければ、あっさりと騙されるだろう。見た目に騙されたな、はるか。この砲翼にそこまでの価値はなく、外装は豪華だが、適当に店の一番目立つところに置かれている、らしいぞ。悔しい、まさか、武器のストーリーに煽られる日が来るなんて。そんな特級の砲翼のサブステータスは、会心率。武器効果は敵を倒した後に、移動速度と攻撃力が上昇する、というものになっているよ。会心率を稼げる点がいいね。移動速度を上げるという、貴重な効果もありがたいよな。貫突することができれば、移動速度と攻撃力が、それぞれ 20% もプラスされるぞ。道中の敵を倒しつつ、素早く移動することができそう。特定のデイリー任務なんかでは、ドンピシャな性能かもしれないな。続いて紹介する、宝箱限定武器はこちら、異世界旅行機だよ。これまたすごいネーミングだね。これはどうやら、安っぽいファンタジー小説のようだね。一般人が、死後に別の世界に行く、という設定で、そこでは、地下の鋼鉄怪獣が暴れていたり、指パッチン一つで、世界を変えられる人もいるらしい。めちゃくちゃじゃない。全く非現実的な物語、参考の価値はない、とはっきり説明されているからね。そんな異世界旅行機のサブステータスは元素チャージ効率。武器効果は、元素オーブまたは元素粒子を獲得した時に、HP を回復する、というものになっているよ。お、武器効果については、旅道の剣と一緒だね。この武器は、特に強力な性能は持っていないね。確かに、武器説明や、ストーリーの面白さで言えば、かなり優秀なんだけどね。いやー、いろいろな武器があったね。まさか、宝箱からしか出現しない、特殊な武器が10種類もあるなんて。だよね。個人的にも、いくつか取り逃しているものがあるんだよね。みんなは、これら武器にロックをかけるのを忘れずに、間違って、強化素材にしてしまわないようにしてほしいぞ。私も多分、たくさん捨ててきているんだろうな。これからは気をつけなくっちゃ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？ぜひ、コメント欄にてあなたの意見を聞かせてください。お願いします。このチャンネルではこれからも、原神がもっと楽しくなるような、動画を投稿していきます。動画を楽しんでいただけた方は、画面下の登録ボタンを押して、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれて本当にありがとう。概要欄にはおすすめ動画や再生リストがあるから、よかったら見てみてね。本当にここまでご視聴いただき、ありがとうございました。